はい、NHK をぶっ壊。ということで、令和6年2024年の8月の今日は28日です。夜の10時12分です。インザバーアズライルよりお送りしておりますが、今日はというか、立憲民主党の代表選とその後の選挙について、あと石丸伸二さんがね、立憲民主党の代表者のところに行って、戦って勝ったら俺を、立憲民主党の代表者にしろとか言ってる件について解説をしていきます。実はね、僕も今調べて気づいたんですが、立憲民主党の代表選に出るためには国会議員の推薦人がなんと20人もいるんですって。なんか、いや、今の泉さんっていう代表者が次の代表選、次って言ってももうね、あと1週間後に私も始まるんですけども、約1週間後に、その20人の推薦人が集まってない。これはもうかわいそう、もうほんとかわいそう、めっちゃかわいそう。泉さんかわいそうやね、あなた、めっかわいそう。泉健太くんかわいそうよ、これ20人集まらないって相当立憲民主党内で嫌われてるんじゃないの。ほんとかわいそう、頑張ったのにね。この間の4月の代表補欠選挙ね、3つ全部勝ったのに、代表者として立憲民主党の国会議員が推薦人20人集まらないはかわいそう。これはもうぶっちゃけ笑いもんやね。僕、彼と、前回の参議院選挙か、党首討論をやって、僕は彼に質問することはなかったので、直接話はしたことないんですけど、記者の人の質問にね、立憲共産党とか、なんか共産党と組むことについて質問されたときに、めちゃくちゃキレてたんです。これもうどう見ても記者に対する僕はパワハラだと思ったんですが、はっきり言います、泉健太さんは僕はもう脳みそまで筋肉だと思ってます。これはね、さすがに付き合ってたらみんなわかると思うので、だからこんなに3年間頑張ってね、補欠選挙3連勝っていうか全部勝ったのに、推薦に集まらないのは自業自得です。泉さん考えた。で、泉さんはやりたいやりたいって言ってるんですよね。で、一方で野田佳彦さん、元総理のね、野田さん、ダチョウ倶楽部のお亡くなりになった上島竜兵さんね、プッチッてやつね、なんとかドッドーンドッていう、上島竜兵さんにそっくりな、僕もね、彼が現役の総理大臣の時に僕裁判したことあるんですけどね、口のうまいずるい人なんですけど、野田佳彦さんね。ただもともとお父さんが自衛官かな、彼はなかなか、保守的な考えの人 で何よりも選挙めっちゃ強いです。で、野田佳彦さんの方は自分はやるとは言ってないですよ。ただ立憲民主党の人たちから、もうこの状況では野田佳彦さんしかいない、ね、相手はどうも小泉進次郎さんになりそうだ、もう泉さんではとってもとても選挙に勝てない、枝野さんももうダメダメという状態で、野田さんに皆さんをぜひやってくださいということで、野田さんは立候補をね、20人もちろん以上集まって、出るということで、これは僕は立憲民主党の代表選は野田佳彦さんで決まりじゃないかなと見てます。そうすると、小泉進次郎さんが自民党で、立憲民主党が野田佳彦さんというね、重厚な67歳と、若手の43歳というのが次の総選挙の争いということになるんじゃないかなと思いますが、そこでですね、今度出てくるのが石丸伸二さんですね。東京都知事選挙で 2着につけた石丸さんがですね、立憲民主党の代表者が決まったら、その後 総選挙でですね、立憲民主党の代表者のところに行って選挙やる。おもろいね、石丸君。発想が面白いし、立憲民主党もバカにされてるね。で、ただこれはですね、野田佳彦さんは選挙が強い、前回も13万票対6万票ぐらいかな、選挙強いんですよ。船橋、僕が市議会議員してたのね、千葉県船橋市、東京に通勤するのに東京駅まで20分ぐらいで行っちゃいますので、都会なんですけども、
まあその船橋でもう弟さんも弟もいるんですけど、もうめっちゃ強いんですよ、県議会議員の野田さんっていう、あの弟の方もね。でもう千葉県ってほとんど自民党なんですけど、この船橋の野田芳彦さんだけはもうめちゃめちゃ強いっていう人なんですね。でさらに今度この選挙の区割りで10増10減の絡みで、これまで船橋市の一部が、鎌ヶ谷の方に行ってたんですけど、もう完全に船橋がもう真っ二つにポーンと割られてですね、西と東に割られて、その船橋市の一部と習志野市が、まあ、合併する、まあ、半分と合併して新14区、千葉14区という新しい選挙が生まれて、野田芳彦さんはそっちでやる。で、もう一人の自民党の人、藤田さんという人がいて、まあ、その次に、まあ、現在は木村さんという人なんですけど、木村さんは4区の方、こっちでやるということなんで、確かにね、自民党はここ新人立てるって言ってるんですね、野田芳彦さんに対して。でももう全く歯が立たないんで、木村さんはありがたい、もう野田さんと戦わなくていい、野田さんどっち行くの、14行くの、4行くのって言って、野田さん嫌がらせでしばらくずっと言ってなかったけど、野田さんは14、自分のお住まいのところですね、役員台とかがあるこっちが東側を取って14、木村さんが4に行ったと。つまり野田さんはこのまま、まあ、とにかくめっちゃ強いので、相手が今度また自民党のどこか誰かわからない、まだ決まってないような新人なんで、これボロ勝ちします。ただそこに石丸伸二さんが行くとめっちゃ面白いじゃないですか。もう場合によって自民党と公明党、ああそんな面白いことするんだったらわざわざ新人立てなくてもどうぞあの石丸さんと野田芳彦さんが戦ってくださいってなると思うんですよね。でこれはいくら石丸さんが、選挙強いと言っても野田芳彦さんにはもう太刀打ちできないと思います。まあもちろんやってみないとわからないです。特に東側の方が、ちょっと船橋も田舎なんですよね。縦で割ると横を行くと、いわゆる市川とか近い方は都会なんですけど、新京成線の方はちょっと田舎なんでなかなか厳しいのかなと思ってますが、まあそれを置いといて、でこれはまだうちは計画の段階でやるとは言いませんけども、さあ石丸伸二 VS 野田芳彦さんポスターがね、また掲示板貼られるわけですよ。でポスター掲示板に関してはなんかいろいろと今、僕は我々はいらないと言ってますけど、まあこのまま法律が改正されずにやる選挙行われるということなので、さあ何人出そうかな。 NHK から国民を守る党でこの千葉14区ですね、何人出そうかな、なんか船橋の選挙管理委員会の人の顔が浮かぶけどなっていうのはね、衆議院選挙って1人しか当選しないので、基本的にはやっぱり6枚ぐらいしか貼れないんですよ。もともとポスター版がね6枚、まあ6枚かぐらいかな、まあいっぱい出るとなったらひょっとしたらもうちょっと9枚ぐらい 3×3 ぐらいでやるんですけど、いずれにしても我々はもう今回はじっとします。どこで出るとは言いません。ただ面白そうじゃないですか、野田芳彦さん VS 石丸さんが窮地のところに NHK から国民を守る党の人間が10人ボーンと出ると、ポスター掲示板が6枚しかないけども10人出ると全部で12人なんで、この6枚に入る可能性はちょうど 50% ですよね。だその 50% に、野田芳彦さんが行けば、で石丸さんが外れれば野田芳彦さんのポスターしか貼られないし、逆だったらこう面白いんじゃないですかね。要はポスター掲示板なんで、選挙結果には関係ないというね、東京都選挙管理委員会の決定文が出ましたので、じゃあポスター貼れないようにしてやるかと。ちなみに石丸さんが衆議院選挙で、千葉14区で立候補しても、彼は国政政党でありませんので、そもそも政見放送ありません。政見放送がなく、場合によってはポスターも貼れないというところで、石丸さん頑張らなきゃいけないかもしれません。悪いのは公職選挙法を変えない側なんで、千葉14区で選挙があった時にはね、解散総選挙があった時に千葉14区で我々は候補者を出すかもしれませんということで、今回の動画ね、泉さんかわいしょっていうのと、野田芳彦さんが多分行くでしょう、そこに石丸さんが行ったら我々はちょっとね嫌がらせ
じゃないね、遊び心で、選挙はエンターテインメントじゃなきゃいけないって石破さんが言ってるわけですから、そこに10人とか、場合によっては20人、もう20人まで行っちゃうと、もう石丸さんも野田さんもポスター貼れないみたいな、もうあの選挙ポスターに、もう NHK 党のポスターしか貼らないみたいなことも起こるかもしれません。早く法律変えてくださいね。以上です。NHK をぶっ壊す。